あたかも。1、その日はあたかも春のような陽気だった。人生はあたかも儚く消える夢ごときものである。3、彼はあたかも自分が会の中心人物であるかのように振る舞っていた。4、彼女はいつもあたかも目の前にその光景が浮かび上がってくるかのような話し方で人々を魅了する。5、その人はあたかもファッション雑誌からそのまま抜け出してきたかのような最新流行のファッションで全身を飾ってパーティーに現れた。6、大火事が収まると街はあたかも空襲で焼き払われたかのごとく、ビルも家も跡形もなく燃え尽きてしまっていた。まるでごとし、ごとき、ごとく。あっての、学生あっての大学だ。学生が来なければ、いくらカリキュラムが素晴らしくても意味がない。2、私を見捨てないでください。あなたあっての私なんですから。3、お客さんあっての商売なんだから、まずお客さんのニーズに応えなければならないだろう。